夏季特別講習申し込み受付中。自習コンサルティングで君専用の勉強計画を毎週全科目作成します。それに伴う映像授業や参考書の確認テストも全てついてきます。6月24日までのお申し込みで 73,700 円が 27,500 円に。詳細やお申し込みは動画概要欄の URL からチェックお願いします。この少子化の時代で前年よりも志願者を増やしてっていうのは非常に立派そうですね、はい、ですよね、はい、受かりやすくなっているっていうデータはあるんですが、やっぱりWASSAはそれに当てはまらないので、はい、絶対上がると思います、はい、大丈夫ですか、言い切っちゃって。いや、言い切っていいでしょう、関東市内の受験情報を何でも発信します早計マーチラボ、学びズムの矢沢です。中野です。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、本日のテーマはですね、早稲田大学最も難化した学部はということでございます。はい、2024年度入試が終わりまして、はい、ある程度ね、数字も出てくるようなタイミングでございます。はい、そちらをですね、分析した上でですね、最も難化した学部はというところを話していきたいところなんですけども、はい、ここぐらいで中野さんにバトンタッチしてもよろしいですか。わかりました。はい、はい、というところでございます。はい、お願いします。はい、まずはですね、はい、この今年の2020年2月に行われた最新のですね、早稲田大学の入試で、はい、今年度と昨年度のですね、倍率を比較したりですとか、はい、昨年度よりも実倍率が上昇した学部学科を分析したりですとか、はい、あとはそもそもですね、やっぱりWASSAって日本のね、多くある私立大学の中でも教育と並んで非常に人気が高いですね、はい、大学なんですが、はい、一体どのぐらい難しいのかっていうところを、倍率とかはね、細かく見ていって、検証していきたいという動画に、ね、なっております。はい、前提としてはですね、WASSAのまず一般入試が前年比 103.3%、はい、で共通テスト利用が少し減って 96.7% だったんで、合計で101%と少し増えてるんですよね。はい、この少子化の時代で前年よりも志願者を増やしてっていうのは非常に立派そうですね、はい、ですよね。はい、だからこれだけ見てもやっぱりマーチ以下の大学って今正直ですね、少子化の影響で少し難易度が下がっていると言われているんですよ。はい、例えばベネッセさんとかがですね、出しているですね、はい、データとかでも実質的にマーチに受かったこの偏差値っていうのが、うん、今までの模試の結果の平均よりも少しずつ下がってきていると。はい、つまり今までよりもやっぱり少しですね、低い学力でも受かりやすくなっているっていうデータはあるんですが、うん、やっぱりWASSAはそれに当てはまらないので、はい、今の時代でも非常に高い、ね、難易度を誇っているかなというところです。はい、そしてまずはですね、倍率を昨年比で見てみたいんですね。じゃあ今ちょっとランキングがですね、これ表に動画でですね、映されていると思うんですけども、はい、まずちょっと気になるのは1位から5位までに教育学部の学科が3つ入っているんですね。はいはい、これ1位が障害教育学のなんと前年比 239.5% で、はい、倍率がですねなんと 13.8 倍というところですね。はいはい、もう今の時代に 13.8 倍確かですよ。そんなことあるのかなという話なんですが、はい、でまあですね、教育学部の国語国文学科が2位で教育学科が5位というところなんですね。はいはい、これだけ見るとそんな教育学部って難しくなってるのかっていうふうにですね、思われるかもしれないんですけど、はい、ただ教育学部って出願時に細かく10以上の学科から選ぶんで、例年ですね、倍率の変動が非常に激しいんですよね。その証拠にワースト5のところもね、今ちょっと映してもらってると思うんですけれども、はい、そこにも教育学部がね、2つ入っているんですよね。はいはい、だからWASSAの教育ってすごい変動が激しいんで、単年だけで見て難しくなった、はい、簡単になったっていうのは少し短絡的なんですけども、ただ今年から僕正直ですね、教育学部って倍率が上がるんじゃないかという予想がありまして、はい、理由としては2点で。はい、同じくWASSAの中で受かりやすいとされていた人間科学部が、はい、共通テストをね、今年から導入で、はい、受験生は必須で受けてスコアをですね、はい、使わなくちゃいけないということ、はい、あとはですね、同じくWASSAキャンパスの社会科学部で共通テストを導入して、うん、難しい総合問題も解かなくてはいけないというところで、うん、やっぱり受験生って心理的にですね、やっぱりその難しい対策、共通テスト対策とかよりもシンプルな3教科入試を求めるもんなんで、はい、そのシンプルな3教科入試の中でさらにWASSAキャンパスで受かりやすいってされている教育学部は、うん、今年ちょっと倍率がさらに上がってもおかしくないかなと思うんですよね。もう絶対上がると思います。はい、大丈夫ですか、言い切っちゃって。いや、言い切っていいでしょう。はい、そんなんだって共通テスト利用の人間科学部が上がるとは思えないでしょ。しかも早稲田キャンパスじゃないし。そうですね、そうですね。なんとか早稲田で、しかも早稲田キャンパスがいいって思ったら教育学部に殺到するんで、そうですね、はい、今でも殺到の傾向あったから、そもそも倍率高かったんですけど、さらに上がっても、さらに上がります、はい、その要因が増えましたから、はいはい、おかしくないですよね。はい、であとはですね、昨年比のところとかをですね、ちょっと他に見ていろいろ分析したことを言いたかったんですが、はい、差したるところはそこまで見つからなくて、うん、そうですね、やっぱり早稲田って、他の大学とかに比べると、はい、結構やっぱり倍率が安定気味なのかなというところ、やっぱりこう全国からね非常に受けに来ますしね、うんうん、他にですねちょっと、今度は昨年比ではなくて今年の倍率だけを単体で見てちょっとすごく倍率が高いところっていうのをピックアップしてみると、はい、商学部の地域公民型が 10.1 倍、はい、社会科学部が9倍、はい、文化構想が 8.5 倍、はい、文学部が 8.5 倍となっていて、はいはい、早稲田の文系ってなかなか今の時代でもね倍率が下がってこないんですよね。例えばやっぱり上智とかって近年やっぱり平均倍率が3倍とかになっていて、うん、一昔前から比べたらですね信じられないぐらい倍率下がってるんですけども、早稲田は下がらないんですよ。はい、やっぱりその理由としては受験日が学部ごとに1日ずつですね用意されてるんで、うん、併願がしやすいんですよね。だからやっぱり何としても早稲田っていうことで本当に5個とか6個とか受ける子は全然ね、うん、特に文系だと珍しくないっていうところと、はいはい、あとはですねやっぱり浪人生ってどんどん減ってるって言われますが、はい、やっぱり浪人したからには、うん、俺は私立だから私立文系だから早稲田みたいな生徒がやっぱりこぞって受けるんです。そうですね。っていうですねやっぱり事情があってなかなかやっぱり下がってこないんですよね。僕は他の動画とかでも受験生はですね志望校を選ぶときにですね、うん、倍率はですね絶対気にしなさいというふうに言うんですけれども、はい、早稲田は逆にその必要がないかなと、はい、高すぎてそうですね、はい、いうところでどうせ高いですし、うん、毎年かなり安定がしているから、はい、そこに変に惑わされる必要はないかなというところですかね。はい、ただ、今日もちょっと触れたんですけれども、今年から特にですね人間科学部と社会科学部が共通テストで必須で導入されるっていうこと、はい、あとは特に文系は今非常にくっきりですね試験のタイプが分かれてるんですね。はい、くっきり分かれているっていうのはシンプルな3教科入試で法、教育、商、文、文化構想とあとは共通テストプラスアルファの社会科学、人間科学、スポーツ科学、国際教養、政治経済というふうに分かれておりますので、はい、早稲田の受験生は倍率っていうよりもその試験制度で、どっちにするのか、うん、例えばシンプルな3教科だけに固めてしまうのか、うんはい、それともですね共通テストを必須のところで自分の第一志望があるからかなり共通テストに重点化するのか、うん、それともそこにこだわらずにもう絶対早稲田だからもうひたすら受けていくんだと、うん、もうなんならですね10学部中7、8、9、10と受けていくんだみたいな、うんそういうやっぱり試験方式の観点からちょっとですね、はい、学部を選んでほしいっていうですね時代に来ているのかなというところです。はい、はい、それではこの動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。動画を見てくれてありがとう。学びずむの公式 LINE では早慶マーチの各大学の傾向と対策がわかる早慶バイブル、マーチバイブルっていうのをプレゼントしています。早慶マーチ志望の方は概要欄の URL からぜひ LINE 登録をお願いします。